すみません、えー。9月1日の世界の終わり、黙示録の学びを始めたいと思います。18章、縁の始まり。今日はそこで、あと、今日こここど19章でも終わりますので、もう最後のほうになりましたけれども、ま、なとにかくこれを一旦たん、本を終えて、また黙示録の学びを、今度は聖書そのものでしたいと思っています。天皇様、ま、今日の学びを一緒に豊かにしてく,ください。イエス様なった、ま、あとにします。あめん。それでは18章。 進展進地に世界が変わる進展進地に世界が変わります、えっとまあ、簡単に書くと中東和平そこから、えっと、7年間3年半の大観覧なんですね7つの封印7つの鉢空中景況ね

どここが新天神地になります残りここ新しいエルサレム天のエルサレムが降りてくるんですねでこの三年間この地上に来るで新天神地は全く変わるだからあの二千立方体の二千名度の立方体って書いてあるから二千だからあの全く変わると思ってくださいだから新しくね ここに来るんだけど全く新しく進展進地になるということですね。そこでその,その時には海がないということをね、ここに書いたんですね。えっと、私は秋元牧師は海が大好きです。私も海が好きですね。海好きな人いますか海と山でどっちが好きですかね海の方が好きな人。山の方が好きな人。あ、山が好きな人。山本さんは山登りが大好き山本っていうぐらいなのに。 海の方が好きなんですか,なんか山,さん山のイメージしかないけど海も行くんですね。はい、で、えっと、秋元海が大好きですと海との最初の出会いは確か江ノ島だったと思いますがやっぱりね向こうの人ですね両親に連れて行ってもらった海水浴ですと青い海と青い空砕ける白い波の感覚は何とも言えず好調いものでしたさらに高校中途に東京から藤沢の団地に引っ越し 海はさらに親しいものとなりました江ノ島等の海岸がすぐそばにあったのです高校時代浪人時代大学時代病人時代には頻繁な時はほぼ毎日海に行っていました白雪で覆われた美しく変身してしまった海岸台風の時岸辺に波がぶつかり1 0メートルぐらい上がった波しぶきの迫力またもう決してしませんが遊泳禁止の時泳いだ波の高さと引き波の強さ海は私の人生の一部でした その海がなくなくるので神神はね、まあ、これは海がね今の時代でわからないけど我々より上の時代はね青春の,シ,あのなんかシンボルみたいだったんですね青春門があって必ずね海岸を走るんですよね,ね海岸でスマを取ったりね海に向かってバカ野郎と言ったりねそういうシーンが必ず出てくるねそういう青春門のドラマがあったんですけども今の時代はそうでもないんじゃないかな 千年王国の最後え、解き放たれたサタンに惑わされた勝負の民が天下の火で焼き尽くされ、まあと、サタンが人用の池、地獄に投げ込まれ、最後の審判を行われます。そこで全てのノンクリスチャンが裁かれるのです。はじめにノンクリスチャンだけを裁きを受けると思いましたが、クリスチャンも含まれます。どうせ天下地獄なのになぜ命と書と書きと思いましたが、そうではないのです。クリスチャンで裁きを受けると思われるのは、千年王国で使えた人たちだけです。 命の主にあし書き記されているクリスチャンをのき何億何十億何百億の嘆きの声が起こります多くの人たちが大の死火の池に投げ込まれるからです東日本大震災は悲惨な出来事でしたがそれを超えるさらに悲惨な出来事はこれから起こります私の国選挙にはそこにありますと、まあ、すごい裁きが来るわけですね最後に最後の時に解き放たれてねで最後の裁きが来るわけですねこれねそして、えー、みんな、まあ、大の死ですね地獄に行くわけですね えっと、さてその裁きの後新天神地にさえ変わるのです新天神地はこの私が今生きている今の地上がさらにがちょになるように変わったものです私が見ているような地球ではなく栄光に満ちた地球に変わりますどう変わるか少ししか書いていないのでよく分かりませんが一つ明確になっているのは海がないということです海はないって書いてあるからねでそのあの美しい沖縄の海もホワイの海もエーゲ海の海もなくなるのです人間的には 理解しがたいですが、しかし、主はさらに優れたものを用意しておりますから、悲しむ必要はありません。私は新天、新地を見るとき、その美しさに驚くでしょう。そのとき、なぜ海がなくなったかの意味を知り、神様の深い稽古に感動し、生を称えるでしょう。私は海より優れたものを受けるのです。さて、海がなくなるとすれば、海はこの地上の3分の2を占めていますから、私の活動をする地上は今の3倍となります。その3倍の地上に今をはるかに超える美しい風景と、高い山、美しい湖などが広がり、 天国がまさにに地上現どんなふうになるんでしょうねちょっとわからないですね天はねほとんど書いてないから、ね、どんなあ,あ知らない間にいましたね,ね,ねだからあの海は私も好きなんですけど、まあ、海がなくなってそのこ,のこの地上に戦力が来てそのあこの地上に千年が来てその後この地上に 天の餌降りてきてき全く形変わるんですねだからさなぎから蝶に変わる時誰もさなぎから蝶を想像しないですよねそれと同じようにこの地球が本当にこう新しくな,るなって進展した時にちょっと今想像できないようなね何か地,地球っていうかになるんだと思いますねで「見た目に毒する体」さて私はしばらく前までエレベーターエスカレーターに乗らず階段を上って頑張っていましたが最近急にその欲がなくなりました。 どうしてかといえば、ある時、モーストの山、市内山に登った時、足がガクガクし、振動がパクパクし、体力の限界を感じ、次に登る時にはそんなことのないようにと階段を登り、訓練を始めました。しかし、エジプトの情勢の悪化によって、市内山に登る可能性がなくなってきたので、登らなくなったのです。ですから、今急に市内山に登れと言われたら大変です。私の体はなまっているからです。まあ、今、それにちょっとね、病気のこともあって難しいでしょうね。しかし、新天神地では、 私たちには見た目に毒する体が与えられていますのでエベレストを越える山であっても軽く登れるでしょうしサハラ砂漠を越える砂漠であっても平気と思います今の血肉の体のように年を取り死にませんし見た目に毒する体は強いのですしかも壁を通り抜け空を飛び瞬間移動することはできます千年奥においてもそうですが進展を維して私たちの生活は今と一変しているでしょうどこでもドアがあるでしょうね 分からないかどこでもドアってドラえもんのどこでもドア分かるでしょうねああいうねああいうのは楽しいそういうことが起こるんでしょうね,ね最近人間の能力を超えた人間の絵がよくあります不信仰たちは普通人にできないことができます空を飛んだり殴られても平気だったり消えたり瞬間移動したり壁を通り抜けたりちょっと前まで私はそれはありえない空想物語と思っていましたが今はそうでもないと思っています 全く映画ととと同じはは思いませんが、似たようう。なことは起こ起るでしょう例えば見た目の体による鬼ごっこは皇帝を走る回るのではなく実際天に逃げたり瞬間移動でエベレストに隠れたりするようになるのかもしれませんあまり言い過ぎると突拍子もないと言われて思うかもしれませんがともかく大きく変わるのです空を飛ぶという私のよく見る夢も現実となるでしょう楽しみですね,ね見た目の体になって鬼ごっこをしてですね鬼,鬼は小川さんが長いなと思ってですね なんっこれさんどこだってあったよね、あのなんか天国にちょっとや休,み休んでるよとかね,ねあのあ天あ天国だ、天国だから天国で休んでるよって天国だね、神殿神事だからな、エベレストの上に来ましたとかね、楽しみですね、なんかね。私の時代は魔法使いさーってあったんですけどね、私の時代はね、今時の人は知らないでしょうけどね、だからなんか、 そういう夢だったようなことが現実に起こってくるんでしょうね。なんかね。まあ、全く新しい体に、見た目の体になるということですね。それと、進天神事になるということですね。天から下ってくる新しいエルサレム。さて、進天神事とともに、歴史のクライマックス、聖なる脈を新しいエルサレムが天から下ってきます。私は最初、進天神事と新しいエルサレムは同じと思いましたが、これは違うものです。今の天と地が全く変わって、進天神事となそこに新しいエルサレムが下ってくる。 おそらくく今のエリサイル辺りを中心にし下っていくのでしょう長さと幅はおのの2220キロといいますから今のエリサイルサレム全てを覆ってしまってもお釣りが来るぐらいでしょうともあれ進天神事と優しいエリサイルサレムは同じものではありませんその新しいエリサイルサレムが立方体が降りてくるんですけどその横,とた横と立てていうのは分かるんですけど高さですね2220キロの高さを持った立方体ってこはすごいと思います飛行機が飛んでる高さっていうのはどれぐらいでしょうね そん2220キロというのは相当高いですこれねだからこれはあのちょっとすごい立方体なんですよね、えー、長さと幅と高さは2220キロの立方体の新しい SIM 下ってき新天神地の s i ムのところに降りていきます私は立方体の表現は例えではなく本当のことと思います「スター・ウォーズ」という映画があります そこにデス・ターという人工の惑星ができてきます。カエルはそこに住んでいるのですがおそらくそれは聖なるエザムより大きいでしょう。すでに SF の世界では同じようなものが表現されているのです。高さ2,220キロとなると空気が薄く空気も吸えないというかもしれませんがこっちはもう見たものからですから平気でしょうしそうでない場合でも神様は何か良い方法で大丈夫にしてくださるでしょう。空気ということ自体がもう今の地上の感覚だよね。神殿神地は全く違うかもししれないし 見たもの体はそういうので呼吸する必要はないかもしれませんね。全、ま、く私なのからね。ら次元が変わるでしょうね。この立方体の新しいエリサイムの周りに城壁が建てられます。140ペ,ペーキュスとありますから約65メートルだそうです。2 2 2 0キロの立方体の都の四方に65メートルの城壁が建てられます。城壁は東東大、南北に3つずつの門、全部で十2の門があります。 それらのの門には12人の見つかりがいます私は見つかりにめったに会いませんがその時は門を通るたびに「ガブリエルさん今日の天気はどうですか?」とか「ミカエルさんごひげようとか言って通るかもしれません。天気っていうのがあるのかね。<laughs> ねなんかガブリエルさんミカエルさんとか言ってねルシファーさんはいないでしょうね。<laughs> 楽しみですよね。でまたこの10位の門には イサイアの各部族の長く書かれています。また、城壁の順位の度合いには、十二支とも長く書かれています。そしてその城壁は壁翼で作られています。今のイリサイアムの城壁はただの石ですが、これは宝石の美しい光を発しているでしょう。この宝石の表現を象徴をとる方もいると思いますが、私はこれは本当だと思います。最高のものを作るためには、当然最高のものを持ちますし、神は伝道者ですから、宝石などいくらでも作り出すことができるでしょう。 また新しいエレサレムもコンクリートやしでできているのではなくガラスに入れたら純金でできているのです純金はガラスに入れていませんからこれは今の純金よりさ,もうさらに優れて美しくさらに優れた機能を持つ真摯の天の純金なのでしょうまさに高貴の光によって新しいエレサレムが乾くのですどんなんなんでしょうねすごいでしょうねこれね天のエレサレム、えー、純金ですよね今の金じゃよりも,もっと優れた純金で、ね、ガラスでね ここういういととを想像するワワク新しい天あのエリサムが、ね、そこに住めるようになりたいですね。さて城壁の土台紙は使徒の名が書かれているとともにあらゆる宝石で書かれています。私は宝石が少なく高いためにちっぽけな指輪にしていますがこれは大胆にふんだんに持ち歩いているでしょう。また獣位の門は真珠でできています。私はそこから新しいエルサムに入っていくのです。 そうです、ね、真珠の門ですすね真真珠珠のの門よさて新しいエルサイムが下ってきた後に中に住んでいる人と新天神地の他の場所に住んでいる人はいるようです諸国の民が都の光によって歩み知能たちはその栄光を携えて都に来ると書いてあり都の門は一日中閉じることがないとあるのであるからですマンション的に言うならば2 2 2 0キロの立方体なら数えきれないぐらいの人々が住むことはできますが新しいエルサイムの外に住んでいる人々も大暴揚です また今は、都は今のエルサレムのような要素を持っています。エルサレムには多くのクリスチャンが巡礼に行きます。私も毎年勝利を果たするために行きます。なぜならそこは神の都であり、キリストの十字架と復活の都だったからです。新しいエルサレムはさらに明確にその役割を果たすものと思われます。まさに教会、完成された花嫁です。神と子羊がそこの神殿となり、その栄光が都を照らします。キリストや生徒たちの後ろに御光が差している家が多くあります。 私はあれは表現だと思いましたが、そうではないようです。栄光の光というのがあり、それが新しいエルサイムの光です。蛍光とや電球ではなく、死の栄光の光が全てを照らすのです。それはモーセの顔の輝きのような光でしょうか。それは霊的な光であり、実際的な光でもあるでしょう。都の中には神殿がありませんが、神と子羊の御座があります。その御座から水晶のように光る命の水の川が流れて出てきます。これは象徴と思いましたが、本当に命の水の川の流れがあるのです。 すごいでしょう、ねこ,れね、こう光がさしてきてなんかこう皆さん苦しくなったらこういう新しい「天のエルサイム」に思いをはせてちょっとゆっくり黙想しましょうそ,そこにねいけたらいいですよねそこにねまあ大してには絶対入りますしあのそのああの天のエルサイムには住めるか住めないかは別として入ることはできるからね。 いいですねねこれねかつて奥日光で驚くほど透明な湖を見たことがありますその神秘的な美しさに感動したものですがそれよりも透明で美しく光る水の流れでしょうしかもそれは美しいだけではなく私の霊を強め満たすのです都の大通りの地を流れていたとありますがで都の人々が最も集まる大通りがあるようです今から1,000年以上の後のことですから分かりませんが人々はどんな服装をしどんな様子で歩いているのでしょうか うなんなんなんでしょうね新天神地や新しいみだもの,の体はやっぱり服を着ないといけないんでしょうかね。メスさんが服を着てたからまあでもあれは地上に合わせて着てたからど,どうなんでしょうね。もともとのアダムといえばは「裸だった」って書いてありますよね。えー、罪を犯した結果着物を着るようになったから罪がなくなったらどうなんでしょうねみだもの,の体は。ね結婚がないっていうから男性女性ってあるのかな天国で、えー、ねそこら辺も面白いですね。 ねね、んどんな格好して集まってどんなふうの,のソースを作面白楽しみですねおそらく御霊の体のこともありファッションも今とはだいぶ違うでしょうもちろん私たちもその中にいるでしょうそして命の川の両岸両岸には命の木があって十二支の実はなっています悪名高い知恵の木はないようです 博物館か何かがあって、これがアダムとエバの食べた知恵の木だというのがあれば良いと思いますが。新しいエルサレムでは知恵の木はその辺に茂ってないと思われます。面白いですね、これはですねね。ね。新店、新地のファッションってどんなんでしょうね,ね。皆さんがなんかね、すごくセンスのいい。なんかくせ楽しみですね。 さて、命の木,の木の葉は、木の葉は、諸国の民を癒したとありますから、治癒効果があるようです。朝鮮人情をいただいたことがあります。体がかしかかして、その効果に驚いたものですが、それよりもはるかにすごいでしょう。すごいでしょうね。でも、癒したということは、病気があるということですかね。とういうことでしょうね。ね天国に病気はないと思うんだけどな。 どういうことでしょうね、癒したというのはね。これはね、新天、新地、新しいエルサレムでは、もはや呪われるものは何もありません。ものはありません。その匠たちは神に使い、神の御顔をあぎめるとありますから、私たちには何らかの仕事があるようです。それは永遠に続く仕事であり、永遠の価値のある仕事です。私は今、私たちが神に寄し添うとき、なす私の仕事と、それは無関係ではないと思います。 また、神の御顔を仰ぎ見るとあります。私は信仰生活で神の御顔を見失うということもありますが、そういうことはその時全くありません。霊的にも実際的にも主はすぐそばに言われるからです。今私たちは人と共にいますが、その時にはさらに近く、人と共にいることになります。彼らは永遠に王であるとありますが、実際当時するというよりも、王のような豊かさ、恵み、救球が与えられるということでしょう。見つかるヨハネに、これらの言葉は死ぬべきものであり、真実なのですと言いましたが、まさに真実であり、 実際起こってくることです。私は近々その実現を見るでしょう。えっと、そう遠くないと思いますよ。ね、で、まあ、こういう進展、進地が始まってくるということですね。で、永遠が始まる。さて、これで黙示録は終わりですが、私たちは黙示録に書いてある時代で終わりではないのです。そこから主を仰ぎ、主と共に歩む永遠が始まります。ダイナミックで素晴らしい人生が用意されているのです。真の喜びと冒険と生きがいと勝利がそこにあるでしょう。 目視力は新天新地、新しいエ餌ムで終わりますが、実はそれは一日で言えば最初の1分、あるいは1秒なのです。そこから23時間59分、あるいは23時間59分、59秒、つまり永遠が始まるのです。このキリストを信じる信仰の恵みは限りがありません。私たちの思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。さて、見よ私はすぐに来る。この書にお言の言葉を固く守る者は幸いであるとあります。イエスの再現は近づいています。 私の生きているる時に来られる可能性は強いと思われます。私はこの黙食の言葉を握り、進んでいかなければなりません。ただ、聖書に書いていることを超えることなく、また聖書に書いてあることを取り除くことなく、私は握っていく必要があります。まさに時は近づいているんです。主よ、すぐ来てくださいと、ね。で、まあ、来週はこうまとめになりますけども、書いてありますね。まあ、今回、進展、進展をったら、えっと、書いてあることは言えるけど、それ以上のことはわからない。実際にね。 あとは騒動ですすね楽しみですよ、ね、でもあのこの千用軍の後に新天神事が来て私たちは永遠の天ですねでそこに新しいエリサレムが天から下っていくんですけどねそのエリサレムに住む住民とそのエリサレムの外に住む進天神事の住民といるでしょうけども新天神事に行くことは間違いありませんねであのー、そういう恵みが私に与えられてることですねそれをね是非覚えてくださいで目視学校ではあるけどここから永遠なんです永遠。 私は今ここに生きてるんですけどもあのえっと大観覧に入ったとしてもならないですね千年あってで永遠があるわけですねで千年をくってたら千年ってすごいと思うんですけど永遠から考えたら千年だって大したことはない今の私たちのひとときって本当にまばたきのようなものですねだからどうでもいいって言いませんよだから大事にしてください大事にしてほしいんですけどそんなに悩まなくていいっていうことですね私たちはもう永遠のものなので 地上のことやそのことでそんなに悩んだり、ね、あのしないで私たちが本当にに目を止めていったらなんか別にそんなことはいい意味でいい意味でねなぎ合いになるとかねいい加減になると見意味でいい意味でもうそういうことから解放されるっていうかそうですよねどんな負債があっても天国にあの安心してください天国に負債持っていきませんからどんな病気があっても病気の体は持っていけませんから全く新しい体に変わりますから。 あのどんなぶつかってる人も相手がクリスチャンなら天狗に行ったらもう和解してますから自分の内側の罪に苦しんでる人も天国に行ったらもう栄華されてますからこれすごいことですよねだから今はどうでもいいって言いませんがおしなさでくださいで,でも今私たちは死主主にあって本当に死に強められて整えられていく人あるけどもなんか本当に永遠に目を向けていくとなんかこう地上のことでこう悩んだり地上のことでこうなんか振り回されてるって本当に愚かだと思うんですねクリスチャンが。 そそれこそサタンの十中にはまってるって感じですよね私は永遠のものであるということにしっかり目を止めてこう地上のことにとらえないで、ね、地上のことには立ち向かってた対応してきた人はいますけどももう既に永遠のものになったということは既に勝利が取ったということなんですよね。地上のことにひっくり回される人は何もないということですね。それを、ね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。 今日はもうここまでにしておきます。そして来週、最後ですけれども、えっと、まあ1回で終わるか分かりませんが、ちょっと表があって、最後のまとめですけれども、木曜の時代の年表ということで、年表を見ながら、読みながら年表を見ながら、えっと、またね、もっぺん確認していきたいと思います。えっと、ね、最初のページは、復活の面から見た年表があって、その次、3年半ね、観覧時代の前半3年半ね、7つの封印7つのラッパと、ね。それから、 後の3年は7つの年はつそれが書いてあるその後に地上再年後と千年王国最後の審判の後と新天神地永遠があるということですねこれをねもう一遍その表を見ながら共にね学びたいと思っていますでちょっと書き足で申し訳なかったですけれどもを最近えっと観南前京京説の人がですねなんかいましてそれで聖書から「 確信を持っててて出きましてです、ね、今そういう人と,ちょっとこれからやり合わないといけませんけども <laughs> やり合うということもないですけど、ね、あのどうぞ皆さんねちゃんと学んできちっと聖書から証明できるようになっておいてほしいと思いますねであと1回やった後今度は黙食そのものを学びながらやりたいと思ってますがその前に予言のことをきちっと、えー、セミナーでやりたいと思ってますのでそう思っていてください、はい、それでは今日はここまでにします 天皇様今の時はありがとうございます。よろしくお願いします。アメン。どうもありがとうございました。